どうもこんにちは、細野です。今回はですね、資金力、資本力が弱い人、少ない人、こういった人がどのようにして背取りをやって回していけばいいかということについて、お話をしていきたいというふうに思っております。で、今回お伝えすることはですね、タイトルでも示した通り、主に資金管理の考え方です。で、資金管理っていうのを徹底することによって、在庫管理にもそれはつながっていくわけですけれども、例えばですね、今回例としてどういった人を想定したかっていうと、仕入れに使えるお金っていうものが、ビジネスに使えるお金っていうものが20万円以下しかないと。20万円以下でも稼げるんですけれども、20万円以下しかないんだけれども、月収30万とか50万を目指して、それをね、短い期間、3ヶ月とか半年の間に到達したいという人が、どのようにして資金を回していけばいいのか、自分の在庫を回していけばということについて、ちょっと考えていこうかなというふうに思ってます。で、他ならぬ僕もですね、一番最初に背取りをやった時っていうのは、これ前も話したと思うんですけれども、3万円ですね。3万円、アルバイトで稼いだ3万円しかなくて、そこからね、本当に、短い期間で、その利益が20万とか30万、本当数ヶ月でいったんですけれども、ってところまで行けたんですよね。で、それは時代が良かったっていうのももちろんあるんですけれども、ちゃんとその、なんていうのかな、戦い方っていうのがやっぱりあるんですよ。じゃあ、その少ないその資本の人がですね、資本力が弱い人ですよね。資本が弱い人っていうのがいて、一方でですね、仕入れに100万円単位で使えるっていう人もいるんですよね、普通に。で、やっぱり同じように戦ってはいけないんですよね。100万の人の戦い方と、30万の人の戦い方と、資金10万円の人って全然戦い方が違ってくるんで、じゃあ今回はですね、特に資本が少ない人、資本が限られている人、リスクをあまり取れない人が、どういう商品であれば買っておくて、どういった商品は見送った方がいいのかですよね。資本がない人は、資本がある人が買える商品でも待たなきゃいけない時ってたくさんあるんですよ。で、ビジネスで大事な時っていうのは、これ恋愛でも結構一緒なんですけれども、待てってあるじゃないですか、その柔道とかで。柔道の待てっていう考え方がすんげえ大事だと思ってて、待てない人っていうのがやっぱ無限に多いんですよね。で、なんか本当に多いのが、価格差とランキングを見て、ランクと価格差ですよね。それを見て、なんとなく買うっていう人が多いんですけど、なんとなくってダメですよね。で、普段から教えてる通り、やっぱりその最初は買う根拠、買う理由っていうのを明確にしていかなきゃいけないんで、まずそのモノレートでの販売実績があるっていうのを見るのはもう大基本なんですけれども、それに加えて、これが買えない理由っていうのを、少なくても3つ、できれば5つ以上言える状態になってから買いを入れた方がいいんですよ、最初。最初はそれぐらい、頭を使ってシミュレートしてやってった方がよくて、なんとなく価格下がって、なんとなくランクが良くて、みたいなので買って、どうなるかっていうと、やっぱりなかなか売れなくて、資金も回転しなくて、在庫も回転しなくて、お父さんどうすればいいですかっていう風になる人が、やっぱり見てて多い。だからそこはきちんと丁寧にやるんですよ。で、お店は本当にたくさんありますから、別に1店舗、2店舗ダメでも、痛くも痒くもないんですよ、そんなものはね。で、いくつか回っていけば、きちんと取れますから、それを見せてきましたよね、今までね、散々ね。だから、あまり焦んないでほしいんですね。だきちんと、待たなきゃいけない時っていうのは、待つんですよ。で、待つっていうのを意識しながら、今回の考え方を実践していってほしいっていうふうに思っております。主に少資本の人のための戦い方です。で、もう気づいているとは思うんですけれども、どういうふうにして背取りの収益が上がっていくのかというのを、少しですね、チャートを使ってですね、ちょっとかっこいいかなと思って頑張って作ってみたんですけれども、再度、この原理の部分ですよね。なぜ背取りがこんなにも無限にね、未来永劫稼げるのかっていうのを、この何て言うんですか、チャートを使って再度ご説明させていただきたいんですけれども、本来ありえないことなんですよ。店頭で販売されている商品っていうのがネットよりも安いっていうのは原理的にありえないんですよ。なぜありえないかっていうと、店頭で販売するにはそのね、土地を借りるお金だったり、テナントであれば家賃であったりだとか、スタッフさんを雇うね、人件費だったりだとか、そういった様々な経費っていったものがかかっているから、どう考えたってインターネットのお店の方がそういったものを削減できる分、安くできるっていうのは、これ必然的な流れなんですよ。でも、店頭で仕入れたいわけですよね。店頭で仕入れなければいけない。じゃあどういうふうに考えていかなければいけないかっていうと、まず大前提として、買えないのが正常なんですよ。買えないのが正常。
で、まあ、大体稼ぎてない人っていうのからがどういうこと言ってるかっていうと、お店に行くんだけど利益が出る商品とか何を見ればいいのかさっぱりわかんないってこれを言うわけですよね。で、まあ、僕から学んでくれてる人っていうのはそういった問題を解決するために僕がまあ提案してるのは、稼いでる人と一緒に仕入れに行くっていうのがまあ最速最短ですし、最も良い解決策だよっていうのを僕が言って、まあ、それに共感してくれたから来てくれてると思うんですけれども、まあ基本的にですね、ああいった感じで僕の視点を使って僕の考え方を自分の現場で実践していってくれれば、今実際そうなっているように稼げてると思うんですよね。ただやっぱりこの原理の部分っていうのを再度ちょっとね、説明しきれてなかったところもあると思うんでね、説明したいんですけど、まずその前提条件は何かっていうと、買えないのが当たり前、買えないのが当たり前っていうところで言って、買えないからふざけんなじゃないんですよ。買えないのが正常ですからね。だからそういう勘違いしないように。で、販売直後、これ右軸が T で、X 軸が T で、Y 軸が V、バリューなんですけれども、要するに、Amazon の販売価格っていうのが、縦軸で、横軸っていうのは時間ですね。販売してからの時間。で、右に行けば行くほど販売してから時間が経過するっていうことをこのグラフでは意味してるんですけど、まず、青の折れ線グラフっていうのが Amazon の最安値ですね。青の折れ線グラフは Amazon の最安値。で、緑の折れ線グラフっていうのは店頭販売価格。いいですか？青の折れ線グラフが Amazon の最安値で、緑の折れ線グラフが店頭販売価格なんですね。で、まず、どういうふうに始まるかっていうと、発売直後っていうのは、この辺ですね。店頭は高いですね。で、Amazon も結構高いんですね。でも Amazon の方がちょっと安いんですね。で、しばらくすると、やっぱり同じ商品を出してきたりだとか、ネットでも購入できるっていうのが、みんな分かってきますから、一般消費者っていうのが。あるいはその商品を手にした人が手放して中古とかが流通するようになって、販売価格っていうのは時間の経過とともにこうやって右肩下がりに基本的に下がっていくんですよ。下がっていくんですけど、それでもまだ Amazon の方が安くて、店頭価格の方が高いんですね、しばらくの間。だからしばらくの間は買えない。これが普通なんですよ。でも、Amazon が在庫持ってますよね。amazonco.jp が販売っていうのがあると思うんですけど、その在庫がある一定のラインを超えると、一定の期間を超えるとなくなるんですよ。それはどういうタイミングかっていうと、新しい型番が出た時だとか、改良バージョンが出たりときとか、そういった時ですよね。あるいは次のアニメの商品だったら、次のアニメが始まった時とかっていうのは、もう Amazon はその商品の取り扱いっていうのを止めて、在庫を全部割いて、Amazon の在庫が消えるわけですけれども、Amazon の在庫が消えた時にどういうふうになるかっていうと、アマゾン以外の人からその商品を買わなければいけないという状態になるんですね。アマゾンから何もなければみんなお客さんってクリックして買っていくと思うんですけれども、アマゾンの在庫が切れるから、そうやって型落ちの商品とかになったりするとね。で、そのタイミングで最安値って切り上がっていくんですよ。だって供給される量っていうのが一定で、でも買い圧力っていうのがまた一定だったら、物の値段がどういうふうに決まるのかって、今何度も話しましたよね。需要と供給によって決まるんですよ。需要と供給によって決まるから、供給量がどんどん減っていくんですね。50個あった在庫が45個になり、45個あった在庫が40になるんですね。でも買いたいっていう人は一定数いるわけ。ってなるとどういうふうになるかっていうと、最安値の切り上がりっていう現象が起こります。最安値の切り上がり。で、僕はこの最安値の切り上がりのタイミングで、一番下の価格っていうのが上に切り上がった段階で買っておくれっていうのを言ってるわけですけれども、じゃあなんでそこで買いなのかっていうと、このグラフでも示した通り、ここで Amazon の在庫が消えて、価格が上がっていくわけですね。価格が上がっていって、ここで逆転するんですよ。何が逆転するかっていうと、Amazon の最安値が店頭の最安値価格っていうのを上回っていくんですね。上回っていくので、まあ、あんまり時間経ちすぎても店頭からそもそも処分されて捨てられちゃうんで、ある一定のラインで、例えばその価格差が500円とか1000円とか、それはまあモノレートとかね、そのランクとか、その自分の資金量に応じて柔軟に考えてほしいんですけれども、来たタイミングでこの辺で買うんですよ。で、店頭は基本的に往生際の悪い売り方してきますから、ちま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 下げていくんですね。一気にドカーンって下げたりとかしないんですよ。下げてこないんですけれども、型落ちの商品とか出た時っていうのはもうさすがに諦めて、こうやってボコってこうやって下げるんですね。ボコって下げるんですけど、このタイミングではどういうことが起きてるかっていうと、Amazon の在庫が消えて、最安値が切り上がってるから、ここの価格差分の差益っていうのが生まれてるんですよ。で、これはまた時間が経てば経つほど、もう在庫はないんだから、おおむね右肩上がりになっていくんですね。だからこういう商品を取ると何がいいかっていうと、まず価格改定はいらない。価格改定はいらなくて、で、ランキングが結構いいっていう商品が取れるんですよ。だけどこれを、例えばその1回ね、
ある程度まとめて集中して見たコーナーがあるとしますよね、お店に行って。もう一回見た商品がそこにあると、もう二度とそれって見ないじゃないですか。見ないんですけど、やっぱ定期的にやっぱそういうのを見ていった方がいいんですよ。それはまあ、数ヶ月とかそういうスパンで全然いいんですけど。で、値段下げてきてるなとか、もうこれ季節的にちょっときついなとか、次の型番が出てるなっていうのが分かってきたら、まあ重点的に見て。もう本当にクリスマスの時とかっていうのはこういう現象が著しく発生するんで、僕はもう毎回行くたびに見てましたね。3日おきとかに来店したりとか、2日おきに来店して見て、でそれでも全然抜ける商品っていうのが出てきたんですよね。なので、まあ、背取りの原理としては、この店頭販売価格が Amazon の販売価格を下回るタイミングっていうのが絶対来るんで、そのタイミングで買いを入れていくっていう、これが原理ですね。でこれは物というものが存在し続ける限り、今後も未来永劫この事象っていうのは発生し続けるので、それつまりどういうことを意味するかというと、背取りっていうのは未来永劫稼げますよねっていうことの証明になるんですよ。わかります？だから部分飽和っていうのはあるんですけど、完全飽和ってしないんですよ。これは別に背取りに限った話じゃないんですけど、部分飽和はあるんだけど完全飽和はないんですね。だから安心して実践し続けていいし、僕自身も本当に7年間以上結果を出し続けてきたっていう、もう動かぬ証拠があるんで、安心して取り組んでもらえればっていうふうに思ってます。いいですか？このグラフね、ちょっと大事なんで、必ず頭に入れてください。分かんなかったら、オフラインで会った時に聞いてください。ちゃんと説明しますから。で、マインドセット。背取りは別にマインドうっさく言わなくても稼げちゃうんですけど、若干意識してほしいことっていうのがあって、何かっていうと、やっぱりみんな勘違いしてるなって思うのは、僕が見てて、なんか、買うことがみんなゴールになっちゃってるんですよね。で、僕がシレツアーをやってるから、その一緒に行けば実際取れるんですよね。その1日で日給10万20万とか行っちゃうんですけど、あれがなんていうのかな、当たり前になるまでっていうのは、すぐに僕は行くんじゃないかなと思ってるんですけど、いきなりは行かないですよね。ちょっとずつちょっとずつ日給2万が日給3万になって、日給3万が日給5万になってって感じになっていくんですよ。だからそこで一気に僕と同じにしたいと思うし、なりたいと思うんですけど、焦って買うのやめてほしいんですね。最初の方で柔道の待てって考え方が大事だって言ったでしょ。あれすごく大事なんですよ。待たなきゃいけない時ってあるから。で、背取りのその一番最大のメリットって何かっていうと、もう明らかに売れて利益が出るっていうものを自分が選んで購入できるっていう、これなんですよ。これがですね、市場とかですね、仕入れのバイヤーさんとかだったら、売れるか売れないか分かんないものも買っていかなきゃいけないし、時には付き合いで買いたくないものも買わされたりとかってあるんですよ。でもセドラはそういったしがらみ一切ないんですね。自分が欲しいと思うもの、自分が売れると思うものだけ買えばいいんですよ。で、逆に言うと、妥協しなくていいってことをそれは意味してて、魅力のない商品だったら別に仕入れを見送ってもいいんですよ。で、大体ね、買えない時っていうのはストレスが上がってくると思うんだけど、買えなくて変なもの買って、変なもの買うと大体それって暴落するんで。だから、妥協しなくていいんですね。僕が示した明確なラインっていうのを教えてると思うんで、あのラインで買いを入れていくんですよ。で、そのラインに合致しないものっていうのは、資金が少ない人は特にそうですけど、買わなくていいんですね。待てばいいんですね。絶対その、パターンで来るときっていうのが、ずっと待ってれば来るんで、そのタイミングでも一気にグワッて買いを入れていくんですよ。で、ビジネスのゴールっていうのは何なのかっていう話にも直結するんですが、仕入れはゴールじゃないんですよ。ゴールは何かっていうと、それを Amazon に出品をして、ヤフオクに出品して、それが売れて、返品来なくて、利益が出るっていうところがゴールなんで、収益を上げることっていうのがゴールなんですよね。収益を上げるためにやってるんですよね。そうですよね。事前事業でやってるんじゃないですか。売るためで、じゃあ750円で仕入れたもん300円とかで売ったら赤字なわけで、そういったことをやるためにやってるんじゃないんですよ。でもそういう風になっちゃってる人っていうのが少なからずいると。で、もちろんその全ての商品を完璧に当てることっていうのはできないので、赤字になる商品っていうのは あると思うんですね。で、赤字になっちゃったものっていうのは、よく言われるのが、損切り素早く、利食いゆっくりっていう考え方があるんですけど、どういうことかっていうと、損失が確定した商品っていうのはさっさと損切って赤字になるんだけど、資金を回収して、マイナス1000円とかマイナス2000円でもいいから回収して、で、そのお金を持ってまた次の仕入れに行った方が、トータルでプラスになるっていうことなんですよね。トータルでプラスになる。で、トータルでプラスになるっていう考え方がすごい大事で、で、全然ね、価格が下がらないものだとか、売れてるものに関してはね、焦って価格改定する必要ってないんで、そういったものは下げなくていいんですよね。だからそこもメリハリなんですよ。で、それは、個別のケースどうなるのかっていうふうに議論し出すと、もう、キリがないんで、それはもう、本当コンサルティングに来て人にしか対応できないんですけど、だから聞いてほしいんですね、そういったのは、コンサル入ってきてくれてる人は。で、収益を上げることがゴールっていう話をしてたんですが、で、
言いましたよね。まず地図作ってくれって。で、地図作って仕入れ行くんですよ。まずは県内のお店全部回る。車でね。で、車持ってない人っていうのはレンタカー借りて回るっていうのをお願いしてたんですけど、もうそろそろぼちぼち終わると思うんですよ。いい加減ね。もう1ヶ月、2ヶ月ぐらい来てると思うんでね。で、その中でね、やっぱりもうやると分かるんですけど、同じドン・キホーテでもやっぱり取れるところ取れないところあるし、ブックオフでも全然ダメなところもあればすごくいいところもあったと思うし、本当にいろいろあったと思うんですよね。地域のお店とかね、あるいはフリーマーケットとかも最近教えたと思うんですけれども、ああいったところでも取れましたよね。そうで、やっぱりその地域の経済性っていうのが棚の品質に連動するっていうのを、まあ、最近話してると思うんですけど、どんなに頑張っても仕入れができないところってやっぱりあるんですよ。で、地域が良くても店長が厳しい経営方針をする人だと値下げて全然してこないんで、そういったところはやっぱ取れないですよね。だ、そういったところには来店頻度っていうのを下げればいいんですよね。全く行かないっていうのはやめてほしいんですけど、来店頻度を数ヶ月に1回とかにして、逆にたくさん取れるところっていうのは月1とかで行っとけばいいんですよ。で、その月1で行く価値があるものを仕入れの中心に置きつつ、新規店舗の開拓っていうのをやってて、県内もあったら県外に泊まり込みで行ったりだとか、県外のさらに県外に泊まり込みで遠征仕入れに行くっていうのをやってってほしいんですよね。で、そうすれば、利益30万、50万、利益100万、150万までは問題なくいくんで、それをやってってほしいっていうことなんですよ。で、まあ、今が店舗の選び方の考え方だったんですけれども、店舗入ったら何やるかって言ったら、まずその僕らのやり方っていうのは、他の人が言ってるみたいにその家電整理とかそういうチンケなやり方じゃないんで、売れるなら何でも取っちゃっていいわけですよね、僕らのやり方っていうのは。儲かるなら別に儲かる商品なんだから何買ったっていいじゃんっていうのが僕らの考え方なわけで、あるお店では CD がすごくいいかもしれないですよね。でも DVD は全然ダメ、おもちゃはダメっていうところがあるかもしれない。あるお店ではベビー&マタニティがいいんだけれども、家電はさっぱりダメっていうところがあるかもしれない。でも家電しかやりませんとかっていう風に決めて固定しちゃったら、本当はベビー&マタニティ行ったら買えたのに家電しかやってないからその店塩店舗だみたいな風に勝手に勘違いしちゃうじゃないですか。だからそういうのやめてほしくて、お店の中で最もそのジャンル、在庫の品質が高い部分っていうのがあるならば、そこに時間をかけて、もう全くどこ行っても買えない塩店舗とか、まあ、塩コーナーに関しては、もう一刻も早く撤退をすればいいんですよ。じゃあその撤退のタイミングどういうふうに決めるかって言ったら、僕だったらもう入店して5分か10分ぐらいそのお店を見ればもうわかるんですけど、まあ、みんななかなかわからないと思うんで、経験を積んでいくしかないですよね。数百店舗回っていけばわかるようになるんで、数百店舗回るってことです。で、さっきちょっと話しちゃいましたけど、せどりっていうとなんかその家電とかおもちゃとか、なんか固定したがる人がすごく多いんですけど、思考を固定しないんですよ。思考を固定しない、すごい大事ですよ。思考を固定しないっていうことはどういうことかっていうと、ジャンルも固定しないし、中古新品も固定しないし、手法もね、その俺は何、そのネット仕入れしかやらないんです、絶対それじゃないと嫌ねんですか、そういうこと、なんかわけわかんないこと言うんじゃなくて、柔軟にやるんですよ。そのネットでもあれば買うし、店舗でもあれば買うっていう。で、あとエリアですよね。僕は自転車で回れるとこしか行かないんです、絶対行かないんですとかって言うと、それはなんか取れるときは取れるかもしれないけど、まずその取れる量にも限界があるし、もったいないですよね。私は電車でしか絶対やらないんですとか、レンタカー借りればね、車持ってない人でも全然せどいてできますし、それで稼いでる人たくさんいるんでね、そういった思考の固定をやらないってことです。で、なんかみんなやっぱそこをね、固定したがるんですよ。ドン・キホーテでは何を見ればいいんですかっていうのはね、まさにね、その思考の固定をしたいってことじゃないですか。いや、それはでもね、ちゃんと僕と一緒に知り合った人分かると思いますけど、どこ見てもいいし、そのやっぱそのコーナーを見るみたいなのあるよ。その家電コーナーを見るとかそれあるよ。確かにそのキッチンコーナー見るとかあるけど、その中でも別にいいのがあったらね、別に何見たっていいわけで、見たことないものをどんどん見ていって開発していくってこれなんですよ。だから別にそこもなんか固定しない方がよくて、ドン・キホーテでも僕が話したようなやり方で組み合わせることによって利益が出るやり方だとか、いろいろあったじゃないですか。だからそれをね、僕が今まで稼げなかった人はどういう人なのかっていうのもこの間セミナーで話したと思うんだけど、とにかく固定をしない方がいいんですよ。固定した人っていうのはもう例外なく死んでったんで、柔軟にやっていくっていうことですね。柔軟に、で、思考の固定イコール死だと思えっていうふうに書いたんですけど、長く稼ぎたいんだったら思考は固定しない方がいいですね。すぐに一発屋でいいんだったらね、固定してそのやり方でガンガンオラオラやっていけばいいんですけど、多分それは僕に共感してくれてる人は特にそうだと思うんですけど、望んでないと思うんでね。じゃあどういう風にすればいいかって思うと、常にやっぱり新規開拓ですよね。常に新しいチャレンジっていうのが必要なんですよ。まあ、せどりっていうのは基本的にルーチンなんで、そこまで難しいことやってるわけじゃないから、
そのアフィリエイトとかね、なんだその情報販売とかみたいにそんなやることたくさんないし、時間もかかったりしないですよね。なんですけど、その中で例えば今まで行ってなかった店に行ってみるとか、今まで集中して見なかったジャンルを今日は2時間ぐらいかけて集中して見てみるとか、そういった意味での新規開拓、ね、この地域にしかないお店とか、地元のおもちゃ屋さんに行って交渉してみるとか、フリーマーケットに行って仕入れをやってみるとか、いろいろあると思うんで、常にやっぱその新規開拓、新しいことへのチャレンジっていうのが必要になってきます。で、もう本当に自分の慣れ親しんだ店だとか、知ってる商品とか、覚えたもの、教えてもらったものだけ仕入れようとすると、どん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 買えなくなるし、どんどん幅も狭まるし、狭い幅でせどろうとすれば、例えばその家電せどりとかなんか言っちゃってる人も典型的にそのパターンなんですけど、難易度ってすごい高いですよね。だって今だったらその家電量販店がどんどん地域から撤退をしてるわけじゃないですか。地域から撤退してるわけだから、お店の数がますます減るわけですよ。そうすると家電せどりしかやってなかった人っていうのはもう今大打撃ですよね。もう仕入れが物理的にできないっていう風になっちゃってて、だから言ったじゃないですか、そこも固定しない方が長く稼げるんだよっていう。だから僕は別に家電ももちろんやりますけれども、全然やっていいんですけど、そこに固執しないってことですよね。今までも言ってきたと思うんですけど、この世で最も愚かなことは何かっつったら、自分のやり方に固執をするってことなんですよ。自分のやり方に固執するってことがこの世で最も愚かなことなんですよ。違うんですよ。だからもういいやり方があったら、もう1秒でそっちにシフトでいいんですよ。だからその方が得すんだから、結局ね。損するのお前好きなのかって話で、別に好きじゃないですよね。好きな人って多分まずだと思うんで、得した方がいいじゃないですか。うまくいってる人の言ってることを取り入れた方が絶対得するんですよ。だから今やってるやり方よりもいいなっていうふうに思えたら、もう1秒でシフトなんですよ。自分のやり方ってのはいらないんですよ。自分のやり方はもう本当にね、50万とか100万とか稼げるようになってから言ってくれればいいと思うんで、それまでは基本的には教えてくれてる人のやり方を守る、守張りっていう考え方があるんで、まず守るっていうところを徹底してほしいっていうふうに考えております。で、どういった時に資金が少ない人が買っていけばいいかっていうのを、まあ僕なりにちょっともう少し明確に言おうかなと思って定義してみたんですけど、まあこのね、数値っていうのは遊びを持たせて柔軟にやっててほしいんですが、例えばですよ、例えばそのモノレートの月間販売実績っていうのを見た時に、月に10個以上売れてると、これはやっぱ買い圧力っていうのが非常に強いですよね。で、ランクもすごく高いと、まあ、10個以上売れてればランクは常時1万以内に入ると思うんですけれども、そういったもので、やっぱり買うときにそれどういう人が買うのかなとか、これこの値段で欲しい人いるかなっていうのをちょっと考えてみるといいですよね。で、それがイメージできないんだったら買わない方がいいですよね。だってこんなの買うのかなって思うものって実際買われない、売れないんでね。あとはその時間軸の意識っていうのを現場で結構教えてると思うんですけど、今だったら5月6月なんですけど、暑くなってくるから、じゃあ暑くなってくる時期にどういったものが売れるのかなっていうのを考えたら、今はちょっとランクは1万8000とか2万2000とかで低めなんだけど、これは買いで入ったら あと1ヶ月と2ヶ月後に売れるかなとか、そういったのを考えてほしいですね。時間軸が味方をしてるのか敵をしてるのか、逆に時間軸が敵な時でも資金力がある人だったらそういったのを買いで入れるんですけど、今回は資金力がない人のために話してるんで、そういったのは買っちゃダメってことですよね。で、あとは特に新品がこれ該当するんですけど、複数購入っていうのをもうちょっとやってほしいんですよね。同じ商品を20個とか30個とか100個とか200個とか買うっていうのをやってほしくて、それをやることによってですね、仮にその利益が弱かったとしても、例えばね、1個500円の利益だとしても20個売ったらもうそれで利益1万なわけですから、で、かつその回転が良ければ関係ないんですよね。1ヶ月とか2週間以内に売れるんで。で、あとはすごくレアな商品、さっき言ったみたいに、このチャートのパターンみたいに Amazon 在庫が切れちゃってんだけど、店頭に在庫があって、で、取り寄せてもらうことっていうのができるんですね。で、取り寄せっていうのをやれば、あと2個3個ぐらいは購入できますよっていうのがもし分かったら、それを聞くんですね。これもっと買いたいんですけど在庫ありますか、これもっと買いたいんですけど取り寄せてしてもらえませんかっていうのをお店で聞けば対応してくれるんで、で、そういう風にやれば、例えば1個あたりの利益は3000で終わっちゃうかもしれないけど、普通だったら1個買って、あ、うちには1個しかないんですって言われてね、なんだけどそれを3個購入ね、取り寄せできたら9000円とかで、で、だいたい取り寄せって送料もかかったりしないですから、やっててほしいんですね。で、最初はですね、利益率も利益額も欲しいと思うんですよ。その僕が利益率ね 50% とか 100% とか 1000% とかなんか言ってるから、いやマジですかみたいな感じになると思うんですけど、最初は そこまでね、僕と同じにならないですから、なかなか。
同じ、完全に同じになれば僕と同じ風になるんですけど、いきなりはならないんで、そこまでシビアに考えて、お孫さんだったらこれ取らねえなとかって言うんじゃなくて、最初に大事なのは回転の意識。回転の意識っていうのはやっぱり大事なので、売れた商品っていうのは、1ヶ月でももう僕は遅いと思ってて、2週間以内に売るっていうのを徹底した方がいいんですよ。だからモノレートで見て2週間以内で何個売れてるのかっていうのを最初は見た方がいいですね。月間販売実績10で来ました、あ、売れてるなってきた。じゃあ2週間のレンジだったらどれぐらい売れてるかな。2週間のレンジで4つ売れてる、じゃあ自分は資金少なめだから3で買い入れようかなとか、そういう感じで柔軟にやってってほしいんですよ。で2週間で売れてまだ店頭に在庫残ってるんだったら、まだ2週間過ぎた段階でまた買いに行って仕入れればいいんで。でやっちゃうのが、なんだろうな、転売再起をすごく求めちゃうっていうのがあって、ロングテール商品っていうのを狙っていくと、そういった商品で見つかるんですよね。1個で5000円とか1万円とか数万円ぐらいの価格下がるものって探していくとあるんですけど、やっぱりなかなか売れないんで、ロングテール商品っていうのは。あとその価格が4万とか5万のものってそんなに簡単に売れたりするものじゃないんでね、モノレートの動き通りにならないことっていうのが普通にあるわけですよ。じゃあそういうのを資金力がない人が買っちゃうと、なかなかショートしちゃって厳しいよねっていう、そういう話でございますね。なので初心者の人はすぐに売れるもので、すぐに売れるものってのはどういう条件かっていうと、2週間以内に売れるもので、新品であれば2週間以内に複数個売れてるもの、これを扱うっていうのを徹底してほしくて、そういったのを買っていってほしいということですね。これが理想的な買いの条件で、資金をどういうふうに管理していけばいいかということについてお話をしたいんですけど、まあいろいろ考え方があるんですね。なんですけど大きく分けてこの2つの考え方です。1つが現金購入の現金で購入をしていくというやり方、もう一つがクレジットカードを使った仕入れで、まあ、もう一個厳密なデビットカードっていうのがあるんだけど、まあ、それは今回割愛しますね。デビットカード支援っていうのは実質的に現金購入と一緒なんで、そっちの考え方で見ていけばいいです。で理想は僕は現金購入だと思うんですね。でなんでかっていうと、やっぱりその仕入れ資金10万っていう風に用意したら、もうちゃんと10万っていうね、そのなんだろうな、仕入れ用のお財布みたいなの作ったら絶対にそこからブレって出ないんですよ。あれ今月いくら仕入れ使ったのかなとか、そういう風にならない。で資金の管理もすごく楽ですよね。現金で買っていくと、現金で買っていけばちゃんとその仕入れ用のお財布の中に入ってる資金だけを使って回していくことができるんで、本当は10万以上リスク取ったら自分の生活が危険になるのに、今月ちょっといいのあったから頑張って12万にしちゃいましたみたいな、そういった過剰なリスクを取る心配っていうのがないわけですよね。でまあそんな感じで基本的には現金で僕はやっていくっていうのがおすすめなんですけど、もしその銀行口座にそうですね15万とか13万とかあんまお金なくて、でも背取りをちょっとどうしても真剣にやって、まあなんていうのかな、これ一本で回していけるところまで短期間で行きたいっていうふうに思うのであれば、ちょっとリスクは大きくなるんですけど、クレジットカードを使っていくっていう仕入れをやってほしいんですね。でクレジットカードを使うと、確かにその予診枠、審査枠が100万、200万とかあると、じゃあ仕入れ200万使いますっていう風になるんだけど、じゃあたくさん買えばいいかっていうと違って、やっぱりさっき示したこの買いのラインっていうのを意識してやっぱり回していってほしいんですね。で2週間ってさっき言いましたよね、2週間以内に売れるものを狙ってくれっていうのを言ったんですけど、2週間以内でも利益とかしょぼくてもいいんで狙っていってほしくて、でクレジットカードを2種類作ってほしいなっていうふうに思ってます。なんでかっていうと、例えばですね、クレジットカードの締め日が15日と31日っていうのを作れた場合っていうのは、Amazon の入金ベースっていうのが2週間ごとなんで、 Amazon の入金が入ってから1回目の引き落としがあって、月末にもう1回 Amazon の入金があってからクレジットカードの引き落としっていうのができるんで、要はその資金が実質ゼロでも回せるフローっていうのを組んでいくことができるんですよ。もちろんそれに比べて自分の現金ですよね、自分の銀行口座の残高っていうのも増やす工夫っていうのをやっていってほしいんですけど、2週間単位で決算をやっていくことによって、少ない資金の人でも短期で売れるものをやっていけば、ちょっとずつちょっとずつ増えていって、増えたお金をまた再投資、増えたお金を再投資っていう風にやっていけば、複利の力でお金はどんどん増えていくので、少ない資本の人でもきちんと30万、50万、100万、150万ってとこまではいけるということですね。で、まあ以上なんですけれども、まとめとしましては、とにかく資金がない人とか最初の段階は回転を何よりも意識するっていうのをやってほしくて、資金もそうですし在庫も売れて初めてゴールなわけですから、利益が出てね、でダメなものはね損切りすればいいんでね、損切り嫌だと思うんですけど、やっぱした方がいいですね。どうせ売れないんで、やっぱそのダラダラダラやっててもさっさと損切った方がいいです最初は。で薄利でも売れるとやっぱり
ね、たとえ1個利益2、300円だったとしても、やっぱり嬉しいんですよね。あ、何もないとこから2、300円自分の力で稼ぎ出したと。だからもう最初はもうすぐに売れる商品ばっかり、2週間以内で売れるものばっかり狙っていけばよくて、その商品の、ね、本質的価値、これをね、探してる人っていうのをもう少し深掘りすれば、これ探してる人いるだろうなみたいなことを考えて、あるいはなんだろう、この商品はコレクター性が高いからとか、いろんな理由つけて買うことってできるんですけど、最初はモノレート、ランク信者で全然いいです。で、ランクの低い商品とか、そういったファンダメンタルズ的なことがね、わからない商品っていうのはもう取らなくていいですね。まあ僕に聞いてくれれば一応自分の意見は言いますけれども、最初はそういうのを狙わなくていいです。で、モノレートのですね、販売スパンが長い商品はやっぱり僕が見てると取ってるんですよね、みんなね。2ヶ月に1個売れてるものとか、4ヶ月に1個とか、で3ヶ月平均で3回半てるもの買い入れろっていうのを愚直に守ると、確かにその条件でも買いになるんですけど、それはね、なんていうかね、もうちょっと資金50万か100万ぐらいの人の買い方なんですよね、多分きっと僕の感覚だと。なので、そうですね、2週間以内にきちんと3個とか5個とか10個とか売れてるものを最初は狙った方が、資金が少ない人は回転する。だから最初はもうランク信者でいいと思ってますね。で、販売スパンが長いモノレートのものは弾くと、取らない。で、ランクが低い商品は売れるんですけど、ランク低くても。それどうせ目利きできないと思うんで、もうそれはもうゴミ扱い。取らない。僕に聞いてくれば答えますけど、取らなくていいですよ、それはね。で、利益率とか利益額とか行きたくなると思うんですね。その 30% とか 50% とか 40% とか行きたいと思うんですけど、最初からそこに固執しちゃうと、回せるものも回せなくなるし、取れるものも取れなくなるんで、すごい薄利多売だとしても、なんていうのかな、1週間で50個とか100個とか売れる商品ってやっぱあるんで、まあ、そういったのを売ると本当数万円とかの利益になったりするわけですよね。なったじゃないですか、実際ね。そう。で、あとはまあそういった感じで回していくんだけど、背取りの資金を確保できる収入源ですよね。仕事を してる人だったら、普段会社からの収入っていうのがそれに該当するし、まあ、いろいろ教えましたよね。その自己アフィリエイトとかヤフオクとかね、そういったのちゃんとやるんですよ。やらないんじゃなくてやるんですよ。で、自己アフィリエイトだったら、例えばそのハピタスってやり方だったら、あれを人に紹介することによって 20% とか、紹介した人が稼いだ金額 20% とか 40% とか、お金が稼げるっていう制度ってあるんで、そういったものも自分の知り合いとか友達とかに紹介してあげればいいじゃないですか。そうすると絶対やってくれるんでね。で、まあ、その人がじゃあ1万円稼いで自分のところに3000円入ってきたってなったら、それはそれでまたね、知り合いに使える大切なお金になると思うんで、そういうのやっていくってことですね。以上となります。結構ね、資金管理のやり方わからないですっていうのを質問もらっててね、ちょうどこのタイミングで僕もね、お話しする必要があるかなって考えてたんで、少し今回はこんな感じで、お話をさせていただきました。ちょっと参考にしていただいて、ご自身の資金管理、在庫管理にお役立ていただければというふうに思っております。じゃあ今回以上となります。ありがとうございました。